きたコメントすべてに切れる名前いしスタードシガーアイボットさん2000円でノーコメントやめろ <laughs> 触れるとこあるだろう <laughs> ホームランボードくんさん芸術は爆発だノーセットだわただの緑茶 <laughs> さん頭どうしたのどうしたのと聞かれたら答えれることはねえよ別に <laughs> ジャムさん、髪の毛遊ばせて遊ばせてはねえだろこれ放置してんだどちらかと言ったらお前 チョンゲレブシさん2000円でロも誰だそれセブンイレブンの敵さんほうきみたいもっとあるだろマリゾロさんサイヤ人ですかこれがないだろう <laughs> これのワイナさん料理してて赤ワインと白ワイン間違えたけど結果うまかってなんでこの髪型見てそんな話すんだよお前トスコイさん2000円頭の上にお花をいけるなまあはいしそうだとしたらもういけられた状態だろう <laughs> 何言ってんだお前アクティーさんに言いせ「お疲れ様です」「髪型金色のウニみたいで見たことねえよ」<laughs> なんでないもので言ってくんだお前パ <laughs> ーフェクトボディーさんイオとモニーの MV 見まし見てんじゃねえよ「内切りうじゃらいる」のコメントを多すぎるだろ曲に対して申し訳ないわ「<laughs> 島原さん3200何者かに髪むしられたんです <laughs> いつもよりあるように見えるだろ逆にそんなことないか 加納部長さんにーーワンがねえや <laughs> お前俺ピヨちゃんヘアだと思っていつもセットしてると思ったのかお前八 <laughs> 作市場さんに偽昔昔昔昔だわ <laughs> 昔昔,昔じゃねえわ <laughs> 抹茶チョコレートさん三千0 0円こんばんは今日の髪型わざとですかだったらお花お供えさせていただきます何がだったらだ <laughs> 何を言ってんのお前 さん似合ってると思うよ俺似合ってないって言われてないんだよ <laughs> ないものに対して反論するなお前進撃さんえその髪型のセットの仕方を教えてください終わりだよ圭太 <laughs> さんプライベートの髪それですちげえや <laughs> プライベートの髪お前らがいつも見てるものと同じだわ <laughs> 島原さんさん安全に2け横向いてくださいにあれをやりゃいいだろ と出てこないなあれってお前 <laughs> ノブさん2,000円で帰れ <laughs> 島原さん3,000円で帰れ帰れ襟足 <laughs> さん3,000円で何も言わないよお前は残念でした <laughs> チョンギレブシさん2,000円で <laughs> ウーバーさん2,000円で <laughs> スーパーエクストリームさん2,000円で雑草みたいな散らかり方だな <laughs> 散らかり方はお前がしてんだろ <laughs> 別に雑草が自ら一定の散らかり方するわけじゃないんだからさ ルルさんに言いせわわ私の寝癖と一緒だそんなことあるかお前髪型が違えんだからお前ガリレオさん顔長いな何お前急に悪口言ってんだよいいわけねえだろお前リナさん髪長いし髪立ってるから余計長く見え顔長いのコメントに対して詳細な解説いらねえんだよお前この人は今なぜ言ったかと言いますとじゃないんだよキャッツドンさん今日は髪型いじりなんで。そうなるだろどう考えても ミンミンさん金髪じゃん前から前から <laughs> 竹内さんええー、やん髪の毛いやいや髪の毛の髪がゴッドになってるのを突っ込むのは恥ずいなつ <laughs> け麺つけれんさん安全に200円こんばんは今日で初見卒業しますここで質問タイプ宇治さんはつけ麺派ですかラーメン派ですかどちらでもいいですどうしたらいいんだよもうどうしようもないよ紙面そこだよ トコシギン太郎さんにい,せいえ、今日の宇治原さん、一日中チンポジが決まらなかったみたいな顔してますやん。ピンとこねえよ。そんな放置してるやついないからな。<laughs> 深野部長さんに言え、春は何かと憂鬱な季節ですが、どっちがかったら宇治原さんの髪の毛見て元気に出ました。あんまり聞かないけど。期待感に溢れてる季節なんじゃないのか。ゆうとさん、ん運転しながら打ってます。叱って叱ってとかじゃなくて犯罪だからな。高木さんに言せんで、うわー うるせえ急に声出すなお前 <laughs> サラスくんさんところでキャラクターブリーフはもう卒業したの履いてた時代がないよ <laughs> うちの親がお前そんなお前パンツという実質的な機能以外のもののせいで高くなってるものを買ってくれるわけないだろい<や>何も分かってないよお前はつけ麺さん3200円こんばんは好きな麺類を発表する配信はここで違うよ <laughs> どうすこいさいせん2000今日出ましたねホームランだなあ <laughs> いやでもね風邪とかひいてたっぽいよ体調も悪くてずーっとでもそんな中やっぱずーっとねやっぱ焦りが早く一本出したいっていうことでやっぱそれでいい打席になってなかったっていうふうに本人も言ってたけれどもまあでもなんかそのメンタルも影響しましたからに対してまあ、メンタルのせいにはしたくないとそこも含めて技術だと思ってるというふうに言われましてえー、自分の配信のことを考えるとちょっとグーの根が出なくなりましたね。 邪魔してないで大谷の徳越銀座太郎さんにさてはその髪型失礼した失礼したとかじゃなくて何か面倒くさい女みたいなこと言うけど人を好きになる方法わかんなくなっちゃったんだよね <laughs> お豆さん私を好きになってください無理だねいやだもんフリーチャットめっちゃ売ってる女生いともさんフリーチャットの何が悪いんだよ何が悪いなんて言ってないじゃない何も産んでないって言ってるだけなんですか お金産産んんでででます産んでないですよねだ時間の無駄なんですよただ <laughs> 加納部長さんに2,000円何も生まれないこんな時間が幸せだありがとう生まれてるじゃねえかじゃあ達さん3,200円この間ゴルフ行ってドライバーで370ヤード飛ばして前の組に打ち込んじゃった謝りに行ったら打ち込んだことは許してくれたけど370飛ばしたことにドン引きされたやったことないスポーツの話をされて不愉快 <laughs> 三百七十で、で、そのドン引きされたんだよ。3それすごいんですか三百七十って、なん、なんですか?。通常がまずなんなんですか?あ。ああ、ああ、うん、だね。百三人制、こんばんは、久々に来れました。あれ?。大人の運動会やとみたいな髪型になってる。<laughs> お前だけだぞ、笑ってるの。清廉 <laughs> 潔白さん一万円。えっ?。髪をちょっと、やっちゃったが、わからないな。それ言われたところで、一万円だとしか思わないから。 魔王ジュラさん、今トイレ行ったらうんこ臭く,くてすぐ出ました。宇治原さんもこういうことはありません。やるだろ、人間は。ないわけないだ、トイレ行って、うわ、うんこくせってなることが。<laughs> 機関車トーマスさん、ミニプのトイレはちょっと臭いです。ミニプって呼ぶんだ。<laughs> タカさん、俺はセブンのトイレの方が好きだ。何の話だ、これ、マジで。<laughs> 頑固な親父さん、宇治さんは顔が広いんじゃなくて、顔が長いやー。友達いないだろ、お前。 ルルさんにせあっ金属たわし買うのを忘れてた何を剥がすんだよ <laughs> 崖っぷちなのにさ「今来たけど爆発した?」「周りの状況から爆発ではないって俺はすぐ分かるぜ」「<laughs> 俺だったらパッと見てあ髪の毛えんだけどお前、まあ、爆発ではないのって分かるよ <laughs> 清水泰人さ「マックのポテトみたいですね」「もういいわ <laughs> ターバンさ毛が太い」「んだそのコメントお前」まあ「<laughs> TKNN さんほんとね毛が太い」そん こか心にあいつのセリフがうーわマジじゃめちゃくちゃ太いわこいつどつこいさんに1,000円そのお水こぼれるからさ蓋しましょうこぼれるリスクとすぐ飲めるメリットどっちを取るのかだよな白子炭酸それ水水だろなんで焼酎飲んでることを隠さないといけないと思ってんだもんゆう <laughs> さんその飲み物浄化した尿ですかそんなギリギリのサバイバルライフ送ってないからな 174は RD 柴さんボイアさ何お前なんかアレンジ加えてきてんのとこし銀座太郎さん2,000円夢で一句夢ならね長澤まさみ抱いてます夢で一句じゃないじゃんそれ夢の最中に読めよつけ麺さん3200円きのこで一句きのこをね食べると運ぴがもりもりどうしてそれ本当それ ガタガタさんにいせウジゃル様こんばんはところで頭から花粉飛んでは過ぎからだと思うよ今 <laughs> 三ささん後ろで笑ってるやつ何なのわかんねえよ俺もこいつはもう <laughs> 空白さん笑ってる人心から笑,笑ってないよ絶対に心からこっちも怒ってないし心からこいつも笑ってないだからお前らが何もない何もないものの上にお前らがキャッキャしてるだけ <laughs> お前らが一番惨め ラゴタンさん後ろで笑ってる人の時給はいくらで時給とかじゃなくて半分持ってくよ <laughs> 今日の配信も「としみんごさん3万せあっぺ髪型の治安が悪くて笑えます <laughs> 何がどう治安が悪いんだよ <laughs> どこに麻薬カルテルが見えるんだお前アイ <laughs> ちゃんさんに言い過髪の毛がメンマみたい <laughs> どこがだよ <laughs> さっき食ったばっかだけど全く アイちゃんさん2000んんウジピでもメンマは食べるんですね食べるわけないだろ残してんだから全部ヒロトさん3200円でかっこいいハートの文字が使い慣れてないんだよ勝 <laughs> さんワックス食べた食べて途中でなくなっちゃったもう無理だアハハハじゃないわ百 <laughs> さん2000進撃の金髪50分ずーっとここに座ってますポッ <laughs> タリさんウィンガーリアンレビオーさんどどうした 何 <laughs> で「ハリー・ポッター」やったんだ急にお前 <laughs> ちょつやぶんさん2,000円「今日の富士山ほうじろ冠鶴かと思いました」「難しいなちょん切りぶちさん2,000円あれよく見たらゴールデンライオンたまりん?」「わかんねえな <laughs> 加納部長さん2,000円こちらから見て右から2本目の」が何ですか <laughs> 山口さん3200円「昔見た時はスパチャしか読む時間しかなかったのに今フリーチャットこんなに読んでくれるなんて全盛期終わったんですか?」そうなのよ。 ある意味本当にオワコン <laughs> 勝さんそれはないっていやそれはないは無理だぞピークは過ぎてんだからどう考えても浩太 <laughs> さんバカバカはダメだってオワコンになったからってお前おかしいだろお前つけ麺さん3200円あっち向いてほい今までありがとう出ていくめちゃくちゃオワコンという言葉に弱いやつが <laughs> うわオワコンに金使ってたってなってるんじゃねえかお前し <laughs> 太郎さん千 んんでわかんないよ <laughs> 徳地銀座太郎さん2 0帰りますね応援してるよ藤原さん何か泣いてないかお前 <laughs> 何があったんだよお茶娘さんメンタル強そうだよねメンタル強そうな人がお前あー自分のことだけになっちゃってる感謝感謝ありがとうありがとうとかってメモ帳に書いて言い,い聞かせると思うか <laughs> 夕方にあーやばいやばいン入ってる最近やばい一回謙虚に周りに感謝周りに感謝とか。 怖いよそんな大人になると思わなかったよ俺キノコちゃんさんに異性初スパです姉とネカフェ行くと必ず朝まで切り抜き垂れ流してます多分好きなんだとも家でやれじゃネカフェである意味合いがゼロだろサャリさんに異性初スパです好きです申し訳ないなお断りもしないから受け取らないから あやさんにいせ0キャー宇治原さん雨の日も害虫からも一生懸命我が子のように守って育ててやっと収穫って時に台風が直撃した田んぼの稲みたいな髪型じゃないですか分かる人が少ないぞ持ってないんだからみんな田んぼをあや <laughs> さん二千円今夜の宇治原さんを見ていたら収穫直前に田んぼの田んぼの話やめてくんねえかなもう誰も分かんねえよ見てる人田んぼなんか普通持ってないんだから奇跡的に俺は持ってたけど <laughs> オリーブさん 汚ねえ髪型。うんこに見えてんのか、お前。汚ねえ髪型ってなんだよ。これ見て、うわ、汚ねえ、お前。洗ってこい,かい、か回。とならねえだろ。ぶラリさん、間に合ってよかったで。なんか今日頭ボサボサちゃうどうしたんや、おじさん。お前さ、50分に来てさ、おそらく最初に喋っただろうなって予測つかねえか。な、気まずくないどう考えても、誰か横で話してた話の終わりに、え、ないな教えてよあ。もう、こっちの人たちが、最初からか。 経験しうとないあじゃあ言ってあげてっていう人話してたのに途中の聞いた人に言ってあげてってあれなんで言うかともうめんどくせえからだよ <laughs> チャミスさん3200円その髪型を救いたい俺が困ってたら言ってもらえる <laughs> 1 0 3 2 0 0 0ファイナルファンタジーに出てくるハリセンボン並みの髪の立ちえやったことねえわわかんねえな ルルさんに一斉今ストレッチしてるんだけど左足だけ超ムキムキになっててびっくりよっしゃ右足も鍛えるぞいやそのいはいこれ何ボケそれとも足を本当に何ヶ月も見てなかったってこと <laughs> チャミスルさん3200円パン焼けたわ頼んでねえや <laughs> ケイトさん広告うぜえなお前もう折り合いつけろよプレミアムにしなきゃ永遠に出るぞ コさん2000プレミアムにしました配信前に広告が入るストレスから解放してすこぶる快適で遅くないかなんでこんな今までスパチャめっちゃしてたやつがプレミアム入ってないんだよとんこつさん2000間に合ったよ次回はパンチパンまでお願いしわかんねえってあー俺がってことめんどくさくてこれの人が何で手の込んだことを次回するちょん切りブッシュさん2000配信お疲れさまでしたほなーまた普通だな急に怖いな 山本さん3200円ギリギリになってしまったいやいや終わりだよもう <laughs> 何ああぶねーあともう23個しかコメントできねえじゃんいやいや終わり終わりあっぶな23個読むとこだったよお前他 <laughs> のお部長さん5000円楽しかったですありがとうございましたファイトファイトは9時1分に言ってくれよ <laughs> ゲゲさん2000円ブリブリうんこだぴょん何分でも言わないでくださいつけ麺さん3200円まとめの一句生配信 今日はこれでおしまいですまたななんかいつでも使えるやつはまずくないかせめて今日である分を入れてくれよ <laughs> エリアスさん三千二百円俺が来たぞ我が名は吉村と敏三だ行くぜで、終わりですね今日は